オックンさん12ヶ月目ありがとうございます。ジョーダンプールどうした？あと3年も契約あるのにきつすぎだよ。ちょっと否めないな。否めないな。プレー面できついともうきついよね。まあ当たり前なんだけど。それ以外のところがフォーカスされすぎてたシーズン序盤と比べて、今フォーカスされてる理由がプレー面じゃない。もちろんいい時も当然あるし、俺がこの間配信でたまたまね、深夜にやってたからちょっとだけ見た時も、あの時もプールめっちゃ良くて、なんでいけるじゃんとかなってたけど、でも多分全部通してみると厳しい時の方が多いんだろうね。この間も2年ぶりに0点だったんだっけ、ジョーダンプール。フィールドゴール8分の0とかだったっけ。0点ファールアウト、オラオラ感。いや逆にジョーダンプールそのオラオラ感がちょっとなくなっちゃってるような気するんだよな。でも多分彼の中で脱皮しようとしてるからだと思うけどね。そのウォリアーズでカリーにおんぶに抱っこだった状態と違って、今はチームを引っ張んなきゃいけないってなった時に、俺のこのままのスタイルだと引っ張れないんだろうなみたいな、もっと何か違うものを学ばないといけないっていう、それが今自分の足かせになってしまって出て、ちょっとやりたいことがいろいろできなくなっちゃってるみたいな。すんごい自由にやってたような気するじゃん、ウォリアーズの時って。もちろんシステムを覚えなきゃいけないとかはあるけど、でもそのシステムをガン無視してでも自分のやりたいことやってる時もあったと思うし、で本当はウィザーズでもそういう風なのができる状態ではあったと思うけど、俺がこのチームを引いてやりたい、だからリーダーシップとかも覚えなきゃいけないっていう、でもその域にまだ自分が達してないから、気持ちはいろいろやろうとしたいんだけど、プレーが追いついていかないっていう。でもそれを俺は脱皮期間だと捉えてるから、ここを乗り越えればむしろめちゃくちゃ強いプールが返ってくるんじゃないかなと思ってるんだけど、まあでもただのね、妄想に過ぎないからわからん。本当にプレッシャーを感じてね、プレーに影響ができててるのか、それともあのウォリアーズのスタイルがないといい選手が周りにいないと輝けないのか。俺はでもいい風に捉えて、きっと脱皮しようとしてるんだなって。ちょっと来年まで様子見たいかな、俺は。プールならやってくれると思うけどな。マジでスキルだったら NBA でもトップレベル、トップ10には。2年前かな。まあ、ハイライトなので当たり前のように全部うまいです。ああ、うまっ！ うまっ！ えぐい！このクロスジャブはまあ、割かしみんなね、できるけど、まあでもこのクロスジャブもちょっと返りっぽいよね。タタタンっつって。でもこの後のこれよ。この止まり方できるやつが何人いるかって話よ。ユーロステップクロスジャブもそうだけど、うまっ。リーブしてスコ抜きされてますね。インアウト止まって、おお。 うまっ。もうリズムも完璧でしょ、これ。まずインアウトでね、リジェクト、ピック使うふりしてリジェクトするのもさ、ここもね、うまいし、で、そこで相手がついてきたから、この止まるリズムも完璧だし、で、また相手が戻ってくるのを、しかも体もちゃんとこっち向けてね、ピック使いますよって見せてからのプッシュクロスでしょ。ボールを置く位置も完璧だし、肩ちゃんと入ってるし、もう負け確だよね、21番の選手は。ああ なんでボールロスしないの、これ。やば、これすげえな。普通一発で抜くんだけどね、スプリットって。これだったらもう右手で、あ、左手か。左手プッシュクロスするか、まあレックスルーしてそのまま抜くかだけど。一回レックした後、またと、あ、いや、うまっ。アンダードラッグのなんかさ、気持ちいいアンダードラッグってあるよな。
この膝の倒れぐらい好きだわ。これも全部リアクションだよね。止まって相手のスタンスがこうなったからこっちにドライブしますよ。で相手がついてきたから今度はアンダードラッグじゃなくてスピードストップで止まりますよ。で止まった時にまあまだちょっとギャップがあるからステップバック入れてもう一歩下がってさらにギャップ生みますよ。いわゆる全部リアクションのスキルだよね。そうで、ドンチッチとかクリス・ポールの凄さっていうのはこのピックを使う前よ。もうここドリブルしてボールキープしてる時に今ジョーダン・プールの考えてること、ここにパン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 って多分考え事があるとは思うよ、あるとは思うけど、ジョーダン・プールが考えてることよりもドンチッチとかクリス・ポールが考えてること、それを多分文字にするとわわ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 わってめっちゃ書いてると思うのよ。今ノーマン・パウエルはゼロアームでついてる、スクリナーはこの人だ、スクリナーのディフェンスはこの人だ、そして逆サイドのタグ付けする人はサイズがちっちゃいから多分高めにタグしてくるだろう、そうするとコーナーフリーになる、でもコーナーフリーになるってことはウイングからカバーダウン必ずしてくるから、ってことはコーナーじゃなくてカバーダウンしてくるところを狙ってウイングにパス出した方がいいのかな、でウイングをパス出すためにはまず自分が2人引きつけないといけないからこういうドリブルをしてリトリートして2人引きつけてカバーダウンさせてみたいな、多分そこまで考えてるよ。で多分プールは考えたとしても多分ノーマン・パウエルのことと、まあ、スクリーナーのディフェンスのこと、いやこのコビントンか、コビントンのとこまではきっと考えられてるんだろうけど、あーうまっ、うまっ、この1回キャンセルしてね、ごめんお前ディフェンス強えわ、もう攻めるの無理だわ、やっぱやめようかなっつって目線を味方に向けてからチェンジオブペース、うまっ。で多分クリス・ポールはここまではできないと思うんだよね。まずそもそもドライブがそこまで得意じゃないのもあるし、クリス・ポールは別の手段取ってると思うな今のプレーでも。あーうまいやばい、そう多分クリス・ポールとかドンチッチはここでドライブした時にウェンデル・カーター・ジュニアがスイッチしました、あスイッチしたってことはビッグマンがミスマッチになってるよな、だからリトリートしてビッグマンにポストプレー張らせてポストにボールを入れるみたいな、そういう枝分かれになると思うんだけど、ジョーダン・プールはあなんかスイッチしたぞ、このまま料理しちゃえっていうクリス・ポールはこれはやらないと思うね。ね、トップ10入れたくなるでしょこれ見ると、山本さんスパチャありがとうございます。12月19日のキングス戦の1ピリ2分26秒ぐらいからのプレーでプールがアクションの部分を意識してそうなところが見えたのでよかったら見てみてほしい。おお来たよ12月19日すげえとこから引っ張ってきたな。あれかな、山本さんが自分で多分クリップ撮っててたまたまそれを思い出してそういえばアクションの部分をこう意識してるとこがあったなみたいな感じかな。負けた試合じゃねえか、まあそりゃそうか、43敗してんだもんな、勝つ試合探す方が難しいわ。まずボックススコアから見るわ。ジョーダン・プール28分出て28点、フィールドゴール18分の10、スリー13分の8、スタッツだけ見たらバケモンだけど、なんで28分しか出てねえんだ、スタメン全員28分しか出てないじゃん、タイアス・ジョーンズもクズマも28分しか出てない、で何分つったっけ、1ピリ2分26。プールがボール持って。ああ、エロいね。あなるほどね。確かに確かに。このパスの出し方もエロいけど、多分注目してほしいのは、この時にピック使う前に、味方にちゃんと指示出して、俺今からピックアンドロールするからちゃんと配置についてねみたいな、
指示を出してるってことか。お前そっち、お前はこっちで、多分ピック使うと、まあ基本的に2サイドの方からヘルプ来るから、まあ、ムスカラがダイブしたら2サイドからヘルプ来ます。でその時にシューターの選手をコーナーに立たせておくと、パスした後に、まあ、実際今こうやってキスパートにボールがつながったけど、なるほどね。確かにそのリアクションじゃなくて、まずピック使う前にいろいろ考えてっていうのはすごい感じ取れたワンシーンだったね。これそのワンポゼ前もいい。ああ確かにね、まあ、ただこれは通常運転っていうか、まあジョーダンプールのいわゆるリアクションの部分、まあ、さっきのがリアクションじゃなくてまずアクションで対応した場面だとすれば、1個前のポゼッションはこれピック使った時に相手がハードショー出てきたからスプリットしてレイアップ決めてっていう、まあ、いわゆるジョーダンプールのお得意の今まで幾度となくやってきた形ですね。でさっきのアクションの部分がもう当たり前のようにできるように今後なってくれば、今まで持ち合わせてるスキルフルな部分と相まって、本当にカイリー・アービングとかそのぐらいのレベルの選手にきっとなってくんだよね。まあ、それが何よりもすごいハードルの高いことではあるけども。